また吐くか。ガキが、こうして飯を食わせてもらうだけでありがたく思え。まだあんたはリリーもどき、食べなきゃ生きてやれない。だから食え。こっちとらずっと水だけだ。何も変わらない体になる前に飯のまずさを味わっておけ、バカガキ。そうやって何もしないのも自分がまた傷つくのが嫌ってだけでしょ。どうせ暇ならせめてあの時、